思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードユニバーサルセンチュリー。サイコガンダム。宇宙世紀87年。地球征服を企むエウゴのロボット軍団が攻めてきた。日本の村雨研究所が開発した強化人間、フォー村雨は、同じく、村雨研究所が開発した巨大ロボット、サイコガンダムをノウハで操り、エウゴのロボット軍団と戦い続けるのであった。サイコガンダムとは、テレビアニメ、機動戦士ゼータガンダムに登場する地球連邦軍の巨大モビルアーマーなのでおます。地球連邦軍のニュータイプ研究所である村雨研究所が開発した機体で、強化人間であるフォー村雨が乗り込むことで、破格の戦闘力を発揮する機体なのでございます。そうだ、その通り。外観こそガンダムのそれながら、どちらかといえばジオングの設計思想に基づいて開発され、コックピットが頭部にあるほか、頭部、手の指先、ボディに強力なビーム砲やメガ粒子砲を搭載、その火器管制や機体制御をサイコミュで制御する1000人の強化人間を必要とするなど、ぶっちゃけ、ガンダムの皮をかぶったジオングみてえな機体だったのですよ初見さん。とはいえ、地球連邦軍にニュータイプがいなかったのか、研究所出身の強化人間が1000人パイロットとして乗り込むも、その性能は驚異的で、全高40メートルのガンダム形態から飛行可能な要塞形態に変形可能で、どちらの形態でも強力なメガ粒子砲が使える上、敵のメガ粒子砲を遮断するアイフィールドジェネレーターを実装するなど、動作が呪い以外は、当時の機動兵器としては最強クラスのユニットなのは間違いなかったのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。だが、しかーし、本作における、旧作のララースン的な役どころであるフォームラサメの機体であるため、心を通わせたカミーユを助けるためにぶち壊れ、その演出は当時の体験者の脳に刻まれたのは語り草。実に、香港シティではカミーユ美談カルガンダムマーク2と戦うも、その後、香港シティ内に定着コライベントが発生、なんやかんやで再戦した際、カミーユの言葉がフォーに届き、カミーユを宇宙に戻すため、ガルダ級の大型輸送機スードリにサイコガンダムで体当たり、シャトル用ブースターでガンダムマーク2を宇宙へと送った後、アムロが助けていなかったので死んだものと思われていたのだけれどもね。その後カミーユが、ハンブラギに大気圏に落とされた百式に付き合って地球に降下した際、エウゴとカラバによるキリマンジャロ基地での戦闘の中、サイコガンダムと共に現れたのだよ。感動の嵐。キリマンジャロ基地に侵入したカミーユとの感動の再会、再会時のバーンは元より、説得に素直に応じる演出などは、当時のファンをして感激したものだと人の言う。ところがギッチョン、いやあんな感じのお薬とサイコガンダムの強制力が強まっていたらしく、戦火を目の当たりにして表現し、最後はカミーユのゼータガンダムをかばい、ジェリドのバイアランの攻撃を受けて死んじまったのですよ。あいたたたー。まさに、高く上げてから落とした感じの悲しい演出は、多分、富の恩大将ならやるんだろうな。などと予想していた当時のアニメファンをもドン引きさせ、カミーユの心に大きな傷跡を残しただけでなく、同じく、この一部始終を見ていた当時のアニメファンにも大きな傷跡を残しちまったのは周知の通り。実際、フォームラサメの人気は高く、当時の視聴者には多くのファンがいたわけで、後期主題歌レコードの B 面だった挿入歌の銀色ドレスなどは、当時のファンが絶賛したほか、今でも、そう、今でもね、人生に疲れてメンタルが壊れそうな時に聴いてるおっさん、じゃねえや、当時のファンがいるそうな。悲しいかな。翌年になる1986年の月刊ニュータイプ12月号にて、シンデレラ4、永遠の4、共に作画監督を務めた北爪氏による4のヌードポスターが付録についた際には、ポスター欲しさに大量に買い込むファンも存在し、皆さん、冷ややかな目で眺めていたものでござりましょう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2004年8月、HGUC で初のモビルアーマー、サイコガンダムがキット化される。大型キットとしては、ガンダム GP03、デンドロビウム以来の快挙と言われ、パーフェクトグレードクラスの大きさを誇るガンダムは、作りごたえの点で申し分ないという意味で、当時のモデラーに絶賛されたという。キットの値段は5000円。2004年8月に発売されたキットだよん。ちなみに、動画で使用したキットは、記憶正しいバンスピさんの再販版。いわゆる、HGUC では初となるモビルアーマーのキットで、完成するとガンダム形態で30センチ近くになる、144分の1スケールのガンダムとしては最大級のアイテム。さすがに20年近く前のキットなので粗い部分が目立つ仕様ながら、そのボリューム感が溢れる造形が受け、今でも古参のモデラーの優先度が高いガンプラなのでございます。ねえキット、来たー。補足として、HGUC のデンドロビウムはあくまでもモビルスーツ扱いなので念のため。キット的には、各部を収納するため、頭部が小さめでボディが大きく、プロレスラーのようなゴン太な体型が素敵。素敵すぎ。何せ、
作例の写真からしてかかってこいやなポーズがあるので、知らない奴が格闘専用だと勘違いしても無理はねえ。当然ながら、要塞形態への変形がこのキット最大の売りのため、ガンダム形態での核関節の可動域は、当時の平均的なキットを大きく超えるものではございやせん。当然、肩の関節にスイング機構などはなく、腰も動かないので大したポーズがつけられないのが実情なのよな。ランナーの白いパーツはすべて ABS 製で、大部分の関節にはこの ABS 製パーツが使われ、ABS 製フレームの動きに合わせて走行を所定の位置にロックさせ、変形を完結させるシステムなのだよ。まあ素敵。さすがに大型キットなので、強度を高めるために部分的にビスも使われており、いろいろと癖が強いと言われる ABS も、これだけ大きなパーツならば強度も十分と言えるのだけど、やはり、小さめのパーツなどは微妙な感じで、特に、このキットの手は ABS パーツで全ての指を稼働させる仕様なので、塗装派には注意が必要だったりした問題。武器は、当然シールドしかついておらず、分割して腕部に取り付ける仕様上、左右の腕の前腕に取り付け用のアームを介して装着可能。前述の手の指先のビーム砲は、十文ともに金型のスライド機構によって方針まで再現している優れもの。頭部のアンテナは黄色い軟質樹脂が使われており、コックピット前面の装甲が稼働するも、内部は作り込まれておらず、当然、砲のフィギュアもついてないのよ、おっかさん。色分けは当時としては頑張っている方で、色が足りない部分は黄色いシールなどで補う仕様ながら、このキットの赤いランナーは、そのままでは光の透過のせいもあって、なんだかとってもおもちゃっぽく、特に、ボディ中央にある拡散メガ粒子砲などは目立つので、パチ組の場合、そのままガンダムマーカーとかで墨入れすると安っぽく見えるのがいやあんな感じなのだよね。まあ、この部分は市販の精度の高いパーツを有用するか、大小のお椀型のパーツを組み合わせて作っている作例が少なくなかったような気がする今日この頃。耐震オービンもご賞覧あれ。ABS 製の関節パーツが多いキットながら、かなり大きめの関節やポリパーツはマテリアルとしても一級品で、昔の宝製ダグラムシリーズの、大型なのに関節が貧弱な、48分の1アイアンフットなどに使えると言ってたやつもいましたね。確かに確かに、ポリキャップを実装しているキットにしても、経年劣化で使えないパーツもありますし、また、使えても寿命が短いのは間違いなく、昨今のどのキットからパーツを有用するのかは、古参モデラーのテーマと言っても過言じゃねえ。すでに、大きいパーツとしてはパーフェクトグレードが出ていたけども、何せ値段が高いのでね。それに比べれば、5000円。あの頃の量販店だったら4000円くらいで買えたはずなので重宝されてましたよね。ちなみに、当時のサイコガンダムマーク2の設定画にはマーク3の記載があるので、古参のファンなどには、キリマンジャロ戦の2号機をマーク2と認識している奴が一定数は存在するため、売り場でニコ買ってる奴がいたのなら、そいつらの可能性が高いのですよ皆の衆。思い返そうそうし合う。サイコガンダムなんつったらね、そもそも、バンダイさんが提出したゼータガンダム案でして。しかも、デザインしたのはバンダイさんの重鎮、村上勝氏によるものだったのですよ。パナイネー。だもんで、要塞形態は、ロバート・A・ハインラインの SF 小説、宇宙の戦士に登場するパワードスーツ用の効果カプセルをモチーフとして完成、そこからさらに煮詰めて、最終的に藤田和美氏がクリーンナップしたのが現在知られているサイコガンダムなんどすえ。当時を体験した俺らとしては、どう見ても大鉄人ワンセブンにしか見えないもんで、主人公がサブロー君なので、今回は4なのかなとか思ったもんだよ、こんちくしょう。そのコンセプトは、ガンダムに可変機能を盛り込んだものなのだけど、ワンセブンみてえな要塞に変形するもんだったってのが問題だったのは当然しかり。日本サンライズにしてみやー、こんなのどうすんだって話だったわけだよね。普通に考えやー、何よりも優先すべきスポンサー様がありがたいデザインをくださったわけだからして。それの意味するところは、このデザインでおもちゃを作って稼ぐから主役機にしろってことだったのは間違いねえ。つまり、サイコガンダムに神優が乗っていた可能性もあったわけで、神優が乗らなきゃ、シャアやアムロが乗るという選択肢もあったはずなのですよ。わけわかめ。果たして、昔みたいな学生時代とは違って社会に出たからわかるやね。この状況で、こんなひどいデザインを主役機になんかできませんとか言ったら、自分が解雇されるだけでは済まず、機動戦士ゼータガンダムという企画が終わるどころか、下手すら日本サンライズが終わるわな。当時、どういうウルトラ C を使ったのかは定かではないけども、幸いにも、主役機の件は回避され、重要な役どころのヒロインが乗る機体に収まったのだよおめでたう。でもね、まあ、なんだ。もはやスーパーロボットみたく巨大にしちまったってことはだね、富の恩大将にとって、このデザイン案が第六文明人の遺跡そのものだったのは間違いのないところやね。しかも、最古なガンダムなんて世も末な名前が付けられたのは、明らかに悪意があったからだと思われ。村雨研究所？違うよね、村上研究所だよね、そうだよね。そんで、死んじまう予定のヒロインに、フォー村雨なんて名前を付けたひにゃー、聞く人が聞きゃー、死ね、村上にしか聞こえなかったものですな。
とにもかくにも、モビルスーツのデザインや扱いに口出しされた挙句、主役機のデザインに困難を押し付けられたら、そりゃ誰だって怒るわな。いやいや、当時も村上氏のファンは多かったもんで、良いデザインというファンもいたものだけど、じゃあ、こいつが機動戦士ゼータガンダムの主役機だったらどうかと言われると、ちょっとなーって話だったのでござんすよ。はい。そいつはちょっと、笑えなーい。